タコ飯タコ飯はタコを用いたご飯料理で郷土料理の一つ。タコとご飯に炊き込むもの、煮たタコをご飯に乗せたり混ぜたりするもの、両方を組み合わせたものがある。愛媛県、香川県、広島県、岡山県、兵庫県など、瀬戸内海周辺の当初、海岸地域を中心に食べられている。また、茨城県でも太平洋のタコを用いて作られている。炊き込み式のもの。 各たる起源は不明であるが、漁船上で漁業者が獲れたタコをぶつ切りにして、飯に炊き込んだのが始まりとみられている。もともと、イオナダは海底が砂地で、小エビ、カニ、貝類が多く、タコの生育環境として適している。その中でも春先に出回る木の芽ダコと呼ばれる200、400グラムの小ダコは身が締まって微味とされる。また、梅雨のたうきには、 栄養分を含んだ水が海に流れ込むため、タコが大きく育ち、この時期のものも独特の歯触りがあるとされる。松山市では、伊予灘に面した漁港のある、今出で地区にタコ飯をはじめとしたタコ料理の専門店がいくつかある。具が少ない簡素な料理だけに、下ごしらえは手を抜かない。まず、生タコの足に塩を振りかけ、手で揉むようにして、表面の滑りを取り除く。そして、 吸盤の中の汚れを指先を使って、きれいに取る。タコは適当な大きさに切り、包丁の背で軽く叩いておく。次に米を水洗いし、15分ほどザルにあげて、水をよく切っておく。炊飯器に洗った米を入れ、用意した調味料をすべて合わせ静かに注ぐ。最後にタコを入れて、スイッチを入れ、炊き上げる。生タコを使うと、赤飯のようなきれいな色に仕上がる。 好みで木の芽や青のりをあしらってもよい。カキの駅で販売されているものが有名である。ありがとうございます。